今日は自己解放について話してみたいと思います。私たちはこの自分を解放してあげなければならない。自己解放という言葉を使いますけれども、なかなか解放ができない。で、ほとんどの人が自分を個人だと思っているわけですね。本来個人というものはないんですね。全てが無限なんですけれども、個人という制約を作ったんです。束縛なんですね。で、これを皆さん自爆と言ってますけれども、個人というものは無限の仮の姿であって、個人は仮想で無限は実相なんですね。実相において全ては無限なんです。で、無限に帰りなんですけれども、なかなか個人という制約を自らが作っていますから、無限に自分を解放することがないんですね。本当に自分は個人なのか無限なのか、本質においては個人的なものが全く存在しないんですね。無限こそ絶対実在といって、個人は無限の仮の姿ですから、この仮想という個人に生きることじゃなくて、実相という無限に生きねばなりませんね。で、個人を無限に返すことを自己解放と、すなわち下脱、昇天、成仏というわけです。で、あなたは個人でもないし、人間でもないし、肉体でもありませんよと。この人間というものは無限の仮の姿にしか過ぎないんですね。神の国はデイと水の国と、これは質量、形の要素ですね。この人間というのは無限から離れることはできないんです。このエネルギーも無限大で、質量も無限大なんですね。この人間という個人は無限の仮の姿なんです。個人は仮想で、無限は実相なんですね。ここは実相です。ここは仮想なんですね。これを皆さん方は個人と呼んでいるわけです。じゃあ実際にあるのは個人なのか無限なのか、どっちですか。実在しているのは無限であって、個人ではないんですね。で、皆さん方は個人という制約は誰が作ったんですか。あんたは個人なのか無限なのか、どっちですか。無限ですよ。この個人を無限に返すことを自己解放というわけですよ。返さないことを何というかというと、自爆というんですね。自らを縛っているわけです。自爆しているわけです。個人の中に無限を閉じ込めているわけですよ。この無限本来の自分を、偽物の個人の中に閉じ込めることを地獄と言っているわけですね。地獄と言っているわけです。この無限のことを天国と言っているわけです。だから天国は汝の内にあり、無限は汝の内にあり。だから人間というものは1秒間も無限から離れることはできないんですね。一日も早くこの個人をですね、無限に返さねばならないですね。仮想を実相に返してあげる。この実相世界のことを皆さん方は天国と言ってるわけです。だから天国は汝のうちにありと、神の国は汝のうちにあり、神の国は霊と水の国と。で、皆さん一人一人はみんなこの霊と水とによって生まれてきた。神から生まれし者は神に返さねばならないですね。しかし皆さん方は人間とか個人とか肉体という制約を作ったんですよ。はっきり言わねばならない。自分は個人でもない、人間でもない、肉体でもない、無限そのものだと言わねばならない。この無限というものには始めがないし終わりがないもの、苦音世界なんですよ。苦音なるもの、無限なるものなんです。これこそ真の自己なんです。すなわち真我なんですね。真我なんです。今皆さん方はほとんどの人が仮想を見てるわけです。実相を見るべきですか、仮想を見て生きるべきですか。実相という無限に生きるべきであって、仮想という個人に生きるべきではない。神に全託するということは、これをですね、無限に全託せねばならない。神のものは神に返せという意味なんですね。で、この人間を神に返さない人のことを盗みの